こんこんにちはこんにちはおはようございます。みんな発見した？みんな TDC のチケット発見しましたか？今日っておしサイリウム色とかってあるの？赤と白、赤と白です。下アリーナ12、13、私はいつもの TDC ですか。アリーナが多いかな。でもちょっとアイロンします。なるから誕生日プレゼントでいただいた。ヘアアイロン、いいやつをいただきました。すごい、なんかみんなさ、こんな朝っぱなではないけど、まあお昼くらいなのにすごいいっぱい見に来てくれたらありがとうございますね。いや、なんか私がボソッとあ、ヘアアイロン欲しいんだけどさ、今何使ってるって、私なるに聞いてまして、それで、あ、そんなに簡単になんか欲しいもの言ってくれるんだって思ったらしくて、なんかヘアアイロンくれました。そう、だから使ってます。普通に仕事中、あ、仕事中の方もいると。ね、マジで優しい。って感じで、全然 TDC 感がないんですけど、あれだね、お昼はファーストジェネレーションがやってんのかな。まだやってないか、1時くらいから。今仕事終わり次第向かいます。もう終わったの？昨日はね、ちゃんとトリートメントして寝た。トリートメントして、昨日見てきたよ、なるちゃん黒髪でキレキレ AKB 一文字出せたね、それ。
そんなさ、そんな一文字ダンスするくだりなんてあったっけ。髪切れ、そう、トリートメントした、自分でね。すごいね、これめっちゃサラス、これめっちゃこのアイロンすごいサラサラになる。もうサラサラ、ほら。初めてタンプレで家電もらったかも、私。友達、お友達から。普段だとさ、まあ、メイク道具とかそういうものが多いですけど、サラサラになる。と結構温まってくれるのも早いから。ライブはかなり有名な曲にするのいい意味でしょうけど、いやこれ昨日も言ったんだけど、一曲はみんなが知ってるかわからないけど、私がずっと好き、私の好きな人の曲、一曲は私がよくショールームで歌ってるやつっていうのを昨日ヒントでみんなには言いました。春菜さんめちゃめちゃいい人すぎて、もうね泣きそうになる。なんか本当に芸能人の方ってなんだろう、ちょっと冷たいイメージとかがあるんですけど、もう春菜さんめちゃめちゃなんだろう、本当になんか優しすぎて本当にびっくりしました。本当にテレビで見るまんまっていう感じでした。裏でもびっくりした。いやマジで面白いから楽しみにしてて。よし、めっちゃ綺麗だった。肌もめちゃくちゃ綺麗だったし、とりあえずいい人すぎた。よし、アイロンおしまい。やばいね、ちゃんと発声とかしてかないと。ダメ、このちゃんと声出るようにしとかないと。ショールームでカラオケやってたからまた甘くなったよね。なんかそれ、そうスタッフさんにも言われた。イラちゃん意外と歌えるんだねみたいな言われて、歌えるんだねっていうか、なんかそう言われて、なんかそれでそのころソロコンやらないって言われました。でも確かに毎日歌うことってなんか大事なのかもね、知れないね。
いい調子が良ければいいですけど今回シュール、ひらちゃんも山本さやかさんみたく歌う前に唐揚げ食べたり、ビーズの稲葉さんみたくサラダバブル飲んだりするの。私はライブ前はチョコとかよく食べてるかも。口を押さえてるものは、だからね、ちょっとブスブスだからなんか結構このこれやるとめちゃくちゃなんか良くなります、すごく。喉が開くっていうか歌いやすくなる。毎回、公演の時は発声練習は毎回やってるんだけど、あのさ、話変えるんだけど、劇場でさ、この胸のバーコードっていう曲をやってるんだけど、この胸のバーコードってむずいのよね、めちゃくちゃハモらないといけなかったりとか、ハモリパートがあるんですけど、最近出た私も公演で、オンデマで見てたら、私のハモリがクソすぎてマジで弾いてしまった、自分で。なんかさ、やっぱ自分では自分の頭の中ではハモれてるつもりなんだけど、やっぱり人と合わせるとさ、なんか多少のズレとか生じてくるじゃん。その人とかに釣られちゃったりとか、無意識のうちに釣られちゃったりとかね。それでマジでなんかマジで変な声出てて本当にびっくりした。なんか普通には歌えるの、誰ともハモろうとしなければちゃんとそのハモり部分は自分で出せるんだけど、マジで本当にもう私のハモリがもう下手すぎて、下手どころじゃない、下手くその下手を抜いたクソだ、クソすぎてもうびっくりした本当に要練習でそうやね。だから人と合わせた時にできるかっていう。これね、今日のランリー特別可愛い、メガネだからか、メガネって可愛いの？曇ってる。ピー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 、音がするたび恋をしてることも読み取られそうね。みんなはさ、今何してるの？ファミレスなら今日鬼暑い、うっそ、マジか。お、15分経った。390円、ありがとうございます。電車で東京に向かってますよ。お、ありがとう。さっきまで寝てた、私と同じだね。昼ご飯です。お昼上がりに配信見てました。昼ご飯、昼ご飯って人が多いのかな。昼ごはんか仕事ってそういうのは。なんか食べてから行こうかな。ちょっと待って、私って何時に出るんだろう。
待ってるね。絶対みんなのうちわとサイリウム見つけるから見つけるから、みんなの。トマトとか食べようかな。ゆずりじゅうちゃん持っていきます。お、見つけるね。もうツイッターに書いとこう。赤白サイリウムくれると見つけますって。お昼はおかずクラブさんなんだ。ヒットした。待って待って待って、ツイートしたじゃないかも。あ、ツイートした、ツイートした。みんなリツイートしてね。今日絶好調かな、どうだろう、むくんでるかな、確か。ちょっと見てくるわ。顔はあんまりむくんでなさそう。顔面はむくんでなさそうです。あんまり夜もやるから、夜歌うのは夜やりますね。リツイート取った。さすが、さすがリラン中。なんかさ、私さ、ツイッターとかさ SNS 苦手って言ってるけどさ、なんだろう、卒業したらさ SNS もさ本当に動かすかわからない、頻繁に動かすかわからないから、最近は、最近って言ってももうここ2日くらいだけど、なんか毎日何かしらのツイートをできるようにちょっと頑張ります。だからみんなもいいねとリツイートお願いします。本当に最近、そう最近なんだけど、
気なんだけどね。だからフォロワーも伸びてくれますように。確認してたらた、おのぴょん、おのぴょんとありがとうございます。嬉しい、今日来てくれるのかな。おのぴょんはありがとう。昨日と違うタワーだ。何タワーだろう。男の子バージョンだ。ありがとうございます。おのぴょんとは嬉しい。ありがとうございます。そんなめちゃくちゃあと 10分ちょいぐらいしかできないけど嬉しい。ありがとう。のぴょん TDC 行くよ、応援してる。やった。 TDC なんかリランチがいっぱい TDC 来てくれてるそうな予感がして、私はめちゃくちゃ嬉しいです。みんながこといっぱい見つけるからね。ありがとう。のぴょんちょっとホワイトボード持ってこ、卒業してまず最初にしたいことは何でしょう。特にないかも特にない。別に卒業したからってなんか一般人に戻るわけじゃないのでね。だから特になんかめっちゃこれやりたいってことはないかもしれないし、ありがたいことにまあこうやってさ AKB48 チームメイトっていうグループの中にいるけど、ある程度自由にやらせていただいてるんで、卒業したからってめちゃくちゃ髪ガンガンに染めるっていうわけでもないし、多分めちゃくちゃなんかギャルになるとかでもないと思うし、なんか下ピ開けるとか、なんかそういう気候に走ることもないと思うんで、普通にもやりたいことはもうやらせて、自由にやらせていただいたので、僕特にうん、これと言ってやりたいってこと本当にない。免許は、まあ、実際のところ今でも通えますからね。通えるけど、まあ、通ってないってことは、まあ、当分取らないんだろうなっていうことで、いや在籍してるうちに取りたかったんだけどな、時間がねある程度あるうちに。だからあんまりなんかこれと言ってやりたいっていうことは、あ、旅行は行きたい。旅行っていうか遠出したいよね。もう最近これもずっとやってるけど、遠出はしたいね。ピアスは開いてない。今もう開いてないし、何かやりたいんだろうね。そんななんか大阪ね、もう落ち着いたら行きたいですよね。だってボード取ってくる。ちょっとほのぴょんにボード書かないと。なんかでもなんか私別にダイエットとか食事制限とかしてるわけではないので、なんか卒業したらお菓子はいっぱい食べるとか、 何かをいっぱい食べるとか、 なんかそういうのはなんかないかもしれない。本当になんか私マジ自由にやってるんだよね。もう自由に好きなようにとやってるので、なんか本当にない。なんかこれ我慢してるみたいなのがこの人
太りすぎには注意してね。任せろ、大丈夫。やばいと思ったら自分で調節してるから。我慢はしてないから大丈夫。でも本当に次の日大事な、なんか人に会うようだったりとか、なんか撮影とかライブとかコンサートとか公演とかだったらさすがに前日は我慢するけど、基本的にはもう我慢しないから大丈夫。なんと自分の好きな時に食べて好きな時に食べないみたいな感じ。かけた。で、ほのぴょん、くまさんとありがとう。TDC で待っているね。お楽しみに。違ういいか。楽しみにありがとう。ありがとう、ほのぴょん。お昼からタワーありがとうございます。イエーイ。はい、ということで、お茶持ってく。お、お茶作ってくれたの、ありがとう。食べるのはいいけど好きなものばかり食べるとやばいよ。そう、私好きなものばかりしか食べてないんだけどな、毎日私ってマジで嫌いなもの一切食べないから、好きなものしか食べてない自分の。でもその好きなものの中になんか野菜とか、まあ、だからトマトとかそういうのも入ったりしてるもん、してるからあれだけど、基本的に好きなものしか食べてない。歯ブラシや。カメハメハンでハモる。みんなまだ私の洗顔を求めてますか？
おかしの辺がまだ真っ黒。なんか玩具を掘ろうか。あ、わか？おお、今日もやべ、なんか恥ずかしいからやめよう。ある意味名物学科なので、白鳥前で儲け後リバイバル変顔とか、考え国はリアムだから。それからファンだか、今でしょ、変顔してファンになるの。僕はライムの配信も音楽家風前、わかっか。変顔報告かよ。若干は少々分かんない。分かった。恥ずかしい。歯磨き完了。なんかさ、お昼ってさ、まあ見れない人もさいるだろうけどさ、なんか逆にさ、お昼にしか来れない人も見てくれるからって、お昼にしか見てくれない人も見れない人もいるからさ、もうどっちにやるのもいいね。あとはコンタクトしなきゃ。12時10分あらまちょっと。
てきた。コンタクトします。もうね、2日間くらいコンタクトしてなかったから結構だいぶ目は休まったと思う。よし、装着完了。昼食の卵ドッグ&コーヒーを持ってきたのでいただこうと思います。優雅だね。なんでチョキチョキで帰ってくるの。チョキチョキ、よいしょ。ということでね、何分ですか今。おこの辺で準備があるので終わろうかな。キリッとしました。確かにコンタクトってこんな変わるっけ。確かにオフ感からとてもすっぴんではありますが、キリッといたしましたね。カラオケは終わってからまた配信する、帰ってきてからまた配信するつもりなので、その時にやります。ということでこの辺でランキングを読みたいと思います。13位流れ物さん、ありがとうございます。で12位がミリアちゃん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。で11位がフミさん、アットマークラリルレリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。で10位がシンケツさん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして9位が梅子部長さん、アットマークうなずりランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がまじまなちゃん、ありがとうございます。そして7位がゆいちゃん、ありがとうございます。そして6位が YK さん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がいつさん、アットマークオーディション頑張ってねリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がじゅんふなさん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がせいくん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がアイスカフェさん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がおのぴょん、おのぴょんタワーも、くまさんタワーもありがとうございました。頑張れそうですこれで。ということで、皆さんね、お昼から見てくれてありがとうございました。今日は TDC でありますが、見れない方はニコニコ生放送でも見れますので6時18時からぜひ見てください。よろしくお願いします。うちわむとサイリウム見つけたらガン振りするからなのでぜひライブパートの時とかに振ってください。よろしくお願いします。ということで、みんな TDC で水道橋で会いましょうではこの辺でさよならにー、バイバーイ、ありがとうとは、バイバーイ。